皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はチプチでお絵かきシャーベットを作ってみたいと思います。なんか水でシャーベットが作れるみたいです。それでは開けてみます。ちまっち、ペンギンだった。カメ、あーいいな、自分の好きなやつだ。中に入ってたのはトレー1個とシャーベットの元と、うちのまた黄色ピンクとストイトみたいなやつとスプーンとトレーです。2個トレーがあるね。全部で4種類このプレートがあります。トレーです。かんなちゃんいいよ、あきちゃんいいよ。かんなちゃんクジラが良かったです。注射みたいです。やめてあ、1と書いてあるところの線までお水を入れて、シャーベットの素をこの中に入れます。線まで水を入れたらシャーベットの素を入れます。わ、水色。そしてスプーンでよくかき混ぜます。あ、ソーダの匂いがしてきた。この内側の線までシャーベットの液を入れます。チプチの素2袋を、かなちゃんは2番にピンクを入れます。チプチの素黄色の方を入れます。チプチお絵かきスタート。あ、すげー、入ってくれる型に。キャー、ほら見てよ、最悪すぎる。できました。冷凍庫で30分冷やします。1日経ちました。それでは撮ってみましょう。おいしい、うんうんうん。シャーベットが滑る。うわ、滑った。ソーダ味、チプチロボとは両方同じ味。それでは学校保育園行ってきます。バイバーイ、また見てね。テレテテテレテテテレテテ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 テ